SEC のリップルに対する控訴が却下されました。この影響で一時 XRP は 5% 上昇。最新の大注目ポイントを LINE メンバー限定で共有しています。この注目ポイント知らずにむやみにエントリーをしてしまうと本来得られる利益を失ってしまう可能性が非常に高いです。リップルで最大に利益を出していきたいあなたは概要欄にあります僕の LINE にキーワードポイントとだけ送ってください。こんにちは、マイケル健三です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。今回新たにですねリップル対 SEC の裁判の最新情報が入りまして、リップルにとってですねかなり高ファンダになっており、一時ですね 5% ほど上昇しております。そこで今回の動画ではですねリップルの最新情報、こちらを詳しく解説をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ちょっとですね本編に入っていく前にですね、プレセールラウンド1ではたった4分で完売した最新期待値抜群のですね AI 銘柄の人口のプレセールラウンド2が本日の19時から開始されております。こちらのラウンド2ではですね、僕がお渡しをしている豪華特典付き購入ページであればですね、精鋭のところがなんと800ドル購入でですね1体 INFT が無料でもらえたり、加えてプラス 4% のトークンが付与されてきます。この人口購入してですね爆撃をつかみたい、詳しく内容を知りたいなどありましたらですね、概要欄の僕の LINE に獲得とだけメッセージを送ってきていただければと思います。はい、早速ですね本編に入っていきたいと思います。対リップル訴訟で SEC の控訴が却下、リップルは約 5% 上昇という見出しでですね記事が書かれております。内容を詳しく見ていくんですが、 SEC はですねリップルを発行するリップル社に対する訴訟でですね敗北したことを受けてですね、連邦判事はですね3日にこの申し立てを却下いたしました。このニュースを受けてですね XRP の価格自体は約 5% 上昇しております。トーレス判事はですね判決の中で、 SEC は支配的な法律論争があること、またはですね意見の相違に相当な根拠があることを示すという法に基づく義務を果たせなかったというふうに述べておりまして、ただしこの決定はですね SEC にとって完全な敗北ではなくですね、判事はですね依然として解決が必要な他の問題について裁判の日程を2024年4月に設定をしております。 SEC はその後もですね訴訟全体に対して控訴を試みる可能性があるとしているんですが、今後のですね XRP の価格に注意をしながらですね、この裁判の完全な終結は来年4月になるとのことで、これまでにはですね100円台を超えてくるというふうにもですね予想しております。そしてですね仕込む前にですね最も注目すべきポイントをですね LINE メンバー限定で共有をしております。この注目ポイントを知らずにですねむやみにエントリーしてしまうと本来得られる利益をなくしてしまう可能性がですね非常に高いので、リップルで最大に利益を出していきたいというあなたはですね、概要欄にあります僕の LINE にですねポイントとだけメッセージを送っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、本日はですねリップルの最新情報というところでお話をしていったんですが、最終決着はですね来年の4月になってくるということなんですが、今のうちからですね少額ずつ仕込んでいけばですねリップル優勢には現状変わりはないので、このまま伸びていく可能性が非常に高いと思いますので、今のうちからですね少額ずつ分散投資を心がけていただければと思います。また冒頭にお話ししましたですね、本日の19時からですね人口のラウンド2プレセールが開始されていきます。ラウンド2ではですね特典として1000ドルだったものがですね800ドルで1体 INFT を獲得できることと、プラスで 4% 分のトークンが獲得できますので、ぜひですね特典付きのリンクからご参加いただければと思いますので、概要欄にあります僕の LINE にですね獲得とだけキーワードを送って特典付きの購入ページを受け取ってですね積極的にご参加をいただければと思います。また概要欄にはですね僕のテレグラムチャンネルもありますので、こちらの追加もですね忘れずに今のうちによろしくお願いいたします。本日の動画はですね以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。